10代藩主の鍋島直政公と鍋島直弘公10代11代を祀ってある神社です。特に、1830年に、17歳で家督を継いで、佐賀藩をもう大きく飛躍させた人が直政公ということで、その功績といいますか遺徳をたたえて佐賀神社が作られております。ちょうど90周年に、なっているということです。目の前にあります加納法、直政公が1850年、直政公になって20年後に、この加納法というのは日本で初めての鉄製の大砲です。それまでは青銅砲でしたけども、初めて日本で初めて作りました。加納砲、これはこの鉄製にした反射炉というのでもって、鉄を作ってということで、その反射炉は今日進小学校ですね、そこで、昔行われたということになっております。もう寒くなりましたので、今年は元旦からですね、大きな地震があったり、これからは自然災害とか、あるいは戦争もあってて、やはり世界の平和、そして我々、佐賀県民が本当に今年1年健康でですね、安全にという3つの願いを持って、私の方で、まず試し打ちといいますかをやりますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。